はい、どうもこんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。ごめん、聞こえとる？大丈夫そう？今私はタイのウドンターニーという、田舎でもねえな、結構都市だけどな、結構街中はビルもあるし、そう、まあ、タイはね、結構ね、どこも発展してるんで、割とね、はい。でウドンターニーっていうとこにいて、あの昨日、ラオスからこっち来たんね。で、ラオスは楽しかったですけど、まあ最後の日をラオスで過ごして、でこっち来たんですけど、まあ、昨日くっそ体調悪くてやばかった、マジで。多分なんか俺のその恩人の一人の社長さんが言うには、おそらくお前水に当たったんじゃないみたいな、水か食い物に当たってみたいな感じだ。なんかね、めちゃくちゃ昨日体調悪くてやばかった、マジで。本当にあのかホテル着いてからもう下痢が止まらねえし、でもう熱も出てくるし、お腹は本当ムカつくしみたいな感じでね。で頭とかはなんか痛くない、本当体だるくて全然どこも動けないみたいな感じでしたね。本当どこも行き来ならなくて、本当かろうじて昨日の夜頑張って近くのマーケット行って、あのフルーツ買ってみたいな、薬飲むためにはちょっとやっぱ食べなきゃいけないんで、消化させるものが必要だから、それと一緒にこう、まあ、フルーツだけ、まあ本当スイカ食ってちょっと寝たらだいぶ元気になったけどね、スイカ食って薬飲んで寝たらだいぶ元気になったけど、もう本当しんどかった昨日。多分水に当たったやと思う。これではないと思うやけど、多分昨日のラオスで何やったんかな、あれ、原因はどれだったやろな、分かんねえんだよな、それが怖いよな。多分昨日のアイスコーヒーか、もしくはまあ、でも昨日食ったものといえばライスコーヒーと、昼飯にちょっとランチでね、海鮮炒めのご飯もどきみたいなの食いましたけど、まあどっちだったのかちょっと分かんないですね。まあでもアイスコーヒーはさっきも飲んだし残っとったやつ、まあそれで今結構大丈夫なんで、多分アイスコーヒーじゃないんやろうなと思ったりするけどね。まあ分かんないね、何が原因だったのかっていうのはもう全く分かりませんね。はい、そんな変態をしていいですがまあ今日はだいぶ元気になったのではい、配信をやっていきたいと思います。このホテルはちょっとまあ明日で、今日ねホテルに泊まってるんですけど、このホテルあれなんですよね、ちょっとね、Wi-Fi がねあんま調子よくなくて、そう、俺の部屋が Wi-Fi 調子よくなくて、部屋じゃなくて今ちょっとホテルのロビーでやってるんで、ちょっと人の声が入ったりとかするかもしれませんけど、そこはもうちょっとご了承くださいとしか言えませんわ。はい、ふぅ、OK、みんなこんばんは。な、海鮮に、いやー、通っとったと思うけどな、もしくは米かなと思うんやな、わかんねえんだよな結局。もうすごかったね、すげえお腹ぐっ、結局あの後もうこっち来てからもう寝たんですけど全然良くなかったから、で結構腹むかついてたから、もう喉に手突っ込んで、もうちゃんとこの全部出してさ、そうビールとか全部なんか消化がなんかあんましきれてなかったみたいな感じだったね。なんか結構さーって全部出てきたから。みんなこんばんは、お疲れ様です。ふみやくん、スキンヘッドと水色帽子さん、細魚さん、そらそらさん、まゆねこさん、たけっぷさん、こんばんは、お疲れ様です。なんやったやろな、まあ、皆さんもあの下品ぜひね気をつけてください。まあ気をつけてもでも どうしようもないからね、気をつけても怒るときは怒るからね、こういうの。ただそんなさ、気をつけろって俺が気をつけるべきことじゃなくて、作る人が気をつけるべきことなんで、俺じゃないからねそう、頼むぜとは思いますけど。さあ皆さんこんばんは、 68SK さん。はい、じゃあ今日はね、生配信で何やっていくかと言いますと、松本山がですよ、はい、松本山がの、2024シーズンの新加入選手が、まあ、ほぼほぼ今の時点で固まっていて、あとちょっと、もう少し数人ちょっと決まってない、去就が決まってない人が、確かルーカス・ヒアまだ決まってないんだったかな、確かまだ出てないですよね、リリースがね。なので、そこの話をしていければなっ
ていう感じですかね。まあ、その新しく入ってきた選手って、じゃあどんな選手なのかみたいな話をしていく感じですかね。プラスまあ、あれですかね、まあ、出てった選手の、まあ、ここの、まあ、今のうちにこう感謝を伝えれるとか伝えておきましょうみたいな、はい、感じにはなるかなとは思いますけど、まあ、今年もねかなりいろんな動きがあって、で今年に関してはかなりこうなんか面白くなりそうな気もしなくもないかなっていう感じなんで、ぜひその辺も話していければなと思います。で結構分かったことも結構ねあって、そうそうそう、あこういう狙いなのねみたいな感じなんですよ。で、まあ、詳しいこのスタメン図貼ってみてどういう感じになりましょうみたいな感じに関しては、まあ、ちょっと今回は携帯でのあれなんで、ちょっと図とか使えんから図入りのやつでさ、やっぱあった方が分かりやすいじゃん、スタメンのやつとか。だからこれはまた今度、やります。生配信でするか、もしくは、他のあれでやるか分からんけど、ちょっと今は今日やらないかなっていう感じですかね。まあ、また別で動画作ると思います。明日か、まあ、もしくは明後日か分からんけど、はい、明日ね、あれなんですよね、日本対インドネシアもあるからな。日本対インドネシアの生配信とかやるとちょっとそっちにかかりっきりになるから、あどうなるかな、ちょっと分かんねえ、うん、まあ、もしかしたら明日出す可能性が大かなって思いますけど、はい、じゃあ、まあ、ぼちぼちやっていきますか。はい、じゃあですね、まず出てった選手たちへの感謝というか、まあ、それをまとめていきましょうかなと思います。はい、まず出てったのが、まあ、期限付き移籍でちょっと出てった人も含めてですね、まず浜名くんは、鈴鹿クラブという JFL のチームですねに期限付き移籍出てきました。ほんで野沢レオンが、FC 東京に、戻りましたと。育成型期限付きレンタル移籍終わりましたからね。で志村くんはブリオベック浦安に行ったと、はい、期限付き移籍で、榎本くんは契約満了なんですけど、ちょっとまだここがまだ決まってないっぽくて、他のどこに行くなのかって感じですかね。あとは鈴木邦友が、栃木シティに、完全移籍ということで、だから田中パウロのチームメイトになるんか。はい、ほんで、臼井陽翔君はなんとサンフレッチェ広島への期限付き移籍となって、 J3 から期限付き移籍で J1 行くっていうのはなかなか珍しいパターンかなと思いますけど、しかもゴールキーパーがね、うん、ほんであとは、デレッタ選手が、あと稲福君はビアティン三重に期限付き移籍、はい、でパウリーニョは現役引退か、で木山も、ビラマチ北九州に完全移籍。まあここはあれですよね、うん、契約満了だったんだっけ確か、木山さんって忘れちゃった。あと小松蓮がエース、小松蓮がブラブリッツ秋田に完全移籍で、下川陽太は奈良クラブ、契約満了してから奈良クラブに行ったって感じですね。で、安藤明は現役引退。安藤の現役引退ちょっとショックでしたね。なんかまあ、怪我なんだろうなと思いますけど、で山形のあの何関連企業に勤めてくれるみたいな感じあるらしいんですけど、ちょっとね安藤ショックだわ、多分怪我なんだと思うけど、まだまだできるしな、ショックだな。まあ実際のところは何があったか分かんねえんだけど、なんかな、悲しいな。で渡辺一馬は、移籍していったと、契約満了ですね、っていう感じですね。でこの契約満了とかさ、引退、まあ、引退はまあパウリーニョとかも怪我もあると思うんだけど、まあ、やっぱりさ、まあ、今があってさ、まあ、今でもそうだと俺は思ってるんですけど、やっぱりその、まあ、フロントがチームの邪魔をするクラブなんで、いまだにねそうだと思うよ。で、まあ、そこの関係もあってこう出ていく人たちのあるそれもあるんかなって思ったりはするんでね、まあ、一概には言えないですけども、で本当かどうかもわからんから、俺はそういう予想もまあ少なからずあるかなっていうのはありますね。はい、まあでも、まあ、この中で結構痛いのはそうですね、野沢と、まあでも臼井くんはね俺結構期待してたんだけどな。臼井くんはやっぱ本当はもうちょっとアピールしてほしかったですね。なんかやっぱ出て今までこうチームでやっぱゴールキーパー今年結構きつかった、今年かなり補強ポイントだったんで、まあ、薄井がこう不成長して出られるようになると多分一気に問題解決するのかなと思ってたんですけど、なんかあんまそんなことなかったんで、まあ、ちょっとここはね仕方ないかなっていう感じですかね。あと痛かったのはまあそうだね、小松蓮君と、安藤パウリーニョ、この辺りのこのまあ
ずっと出場してたチーム選手が抜けていくっていうこの感じね、うん、特に小松蓮のあの秋田フリー移籍はマジでバカかと思いましたけどね。あんなに儲けやすいとこどうやってかちゃんと金もらえよって思ったけど、本当に商売やらかしたなって感じ。まあでもそれを補って余りうる結構いい補強をかなり今年したので、うん、まあでもそこは素直に素晴らしいなって、うん、思いました。本当そこはね補強部と強化部頑張ったやろうなっていう、うん、感じですかね、うん。まあ、小松蓮が、うん、まあ、フリーで抜けたことに関してはもう本当に今でも納得しないけど、まあでも、まあ、それを補って余りうるぐらいかなりいい補強はできたかなとは思ってます。はい、まあ、なんでも本当に、出てた選手たちに関しては本当感謝しかないかなと、思いますかね。いやでも、まあ、現役引退が結構いるっていうのはちょっと悲しいですね、うん。パウリーニョってあれ山が残るんでしたっけ、スタッフでどうでしたっけ。あ、そうか、強化部になるんか、強化部か。まあ、パウリーニョか、ブラジル人の強化部なかなか珍しいな。まあパウリーニョでも日本語堪能だしな。まあなんかこうブラジル直接派遣されてみたいなこともあるんかな、わかんないけど。はい、蚊が蚊殺して蚊死ね。はい、じゃあですね、今から補強の部分ですね、新しく新加入の選手を何人か、まあ、合計9人なんで、まあ、ちょっとテンポよく一人一人行っていこうかなと思うんですけども、ちょっと紹介していこうかなと思います。じゃあまず新卒ですね、大卒新人2人ですね、まず前田理央かな、選手、流通経済大学から前田理央選手ということが来ました。もう一人は専修大学からディフェンダーで樋口くんっていう、樋口大輝、大輝、選手っていう人が来ましたと。まず前田理央からですか。前田理央はですね、まあ、名門なんですね、流通経済大学。めっちゃ強いんですけど、関東大学リーグ一部の首位争いしてるチームなんで、まあ、そこからこう来たっていうのは相当すごいし、うん、で177センチあるっていうことで結構やっぱ、うん、サイズもあると。で、ちょっと正直ね、映像は全く見つけられなくてですね、大卒新人2人ともそうなんですよ、ちょっと映像なくてプレーの特徴わかんないんですけども、まあ、なんとなくこの記事読んだりとか結構いろいろ情報集めたりとかしてみた感じかな。で、前田理央に関しては常にボールに関われてゲームを作る運動量が持ち味ですって自分で言ってるぐらいで、で結構記事では主戦場はボランチみたいな感じで書いてありましたね。ただそこからトップ下に上がったりウィングもやったりみたいな運動をしてたらしいんで、だからボランチ、トップ下、ウィングだ、中盤だったらどこでもできるみたいな感じなんでしょうね、うん。だからここは本当にユーティリティ性がすごく高い選手なんだろうなって思ったりはしましたかね、うん。あ、で今回ごめん言っておくの忘れたんですけど、今回紹介するのがねあれなんですね、新加入選手つってもそのレンタル移籍で戻ってきた選手だったりとか、去年山川にいた選手は除いてるんで、だから安永と、二宮、そして滝、ここの3人に関しては除いてあります、はい。じゃあ続けて樋口くん、樋口くんは、173センチ70キロの専修大学からの、加入ということで、で彼ねあれなんですよね、山川のユース出身なんよね。 U18 までは山川でやってて、 U15 までは、アンテロープ塩尻だっけ、塩尻のあのクラブチームでやってたと。嫌なで塩尻市出身っていうことでね。でちょっと映像がねなくて、でもなんかサイドバックっぽいらしい、サイドバックらしい。でなんかブログをこう専修大学のブログ読んでいく限りはちょっといじられキャラ臭いんで、なんかそういったこの面でも、うん、いい影響があればなっていう感じですかね。若い子のこのいじられキャラっていうのはなかなかいいですね、はい。まあでもね、元山川出身の選手が戻ってきたっていうのは素晴らしいね、はい。そして、ここからは、プロからの移籍と。で今年はねなんか期限付き移籍がなかったということで、全て完全移籍ないしは新加入、だから世代新人は新加入になるんでですけど、期限付き、まあ、これからあるかもしれないけどね、増えるかもしれないですけど、まだ期間終わってないからあと1週間ぐらいあるんで、とりあえず今はこれで全て完全移籍、となりました。だから完全移籍っていうことは要は保有権を山川が持っているってことだから、売れると売ったらお金が入ってくるっていうことになるんで、だからここはねシンプルにね、商売を頑張ろうとしてるっていうことなんで、うん、いいなって思いましたね。でなんかベテランが結構ね多いですね、なんかあんまり若い子1人だけで、他はベテランが、まあ、中堅なおかつベテランぐらいが結構多いんで、ちょっとこう勝負強いチームというか、なんかそういったチームになろうとしてる、まあ、結構明確な意図を感じる
あのシーズンになったかなと、オフシーズンになったかなと思います。まずですね、じゃあどうしようかな、相模原からの、選手を2人ちょっと紹介しましょうか。まずは笹生ですね、笹生和明、から紹介しましょう。笹生選手はですね、笹生選手、頑張って言わなきゃいけないな、口が回ってねえけど笹生選手は、174センチ、67キロのフリー移籍で獲得したという感じですね。で、笹生はね、あの見てたんですけど、プレー集、あのプロの選手はプレー映像あるから見れるんですよ。でそれはすごくいいんだけど、なんかね、やっぱね、前ならどこでもできるみたいな感じらしいね。あの今年はね、去年はトップ下とセンターフォワード、そして右のサイドハーフでスタメン出場が20試合で、もっとパルセロの選手でもあるらしいんだけど、ただ相模原のプレーをやっぱ見たんですけど、やっぱなんかね、デブライネみたいなプレーしてた。なんかまあ4-3-3、4-1-2-3、もうないしは3-1-4-2みたいな感じのところから、まあ、中からこう外にこう飛び出していって、右足でのクロス、すごく高精度だ、デブライネっぽい動きをかなりしてたかなと思います。多分これ戸田さんの影響もあるでしょうね。なんかね、やっぱね、右足の精度がすごく高いんだろうし、飛び出しのセンスがすごく高いなと思いましたね。飛び出しのセンス、めちゃくちゃキーワードだと思う。なんかこの相手の空いてるスペースを見つける、そこを早く見つけることができて、そこに飛び出すことができる、タイミング合わせて。で、飛び出す時も適当に飛び出しても合わないんだけど、タイミング合わせないといけないんだけど、そこ の, あのセンスがすごく高いなというか、そこはすごく感じましたね、今季の部分。あとは守備に関しては、まあ、ちょくちょくたまにこの強度が低いなと思う時はあるんですね。まあ、これでも守備の強度の低さはね、去年の相模原は全体的にそうでしたね。なんか、別に笹生とか安藤だけじゃなくて、他の選手も全員そうで、特にセンターバック陣とかすげー強度低かったし、まあ、それで失点重ねて勝ちきれないみたいな試合もすごく多かったかなっていう印象かな、という感じだったですかね。まあ、笹生に関しては、まあ、多分その山賀でどう使われるかっていうと、今んとこね、4-2-3-1だと山賀でいうとポジションがないよね。まあサイドハーフかトップ下かになるんだろうけど、まあ、俺はトップ下の方が生きると思うし、俺はなんなら 4-1-2-3 の2のインサイドハーフの方が生きるかなと思ってるんで、となると低いとポジション被るのと、あとはボランチだとちょっともったいないかなっていう感じですか。ボランチだともったいないし、サイドハーフでもちょっと外に張らせるとあんまりあの良さ発揮しないのかなって感じがするんで、どう生かしますかね、ここね。で、笹生の使い方は次第によっては笹生がすごく生きる、もしくは生かせられなかった感じだと全然生きないみたいな感じだと思います。はい、そしてですね、次安藤ですね。安藤翼選手、安藤翼選手は170センチ67キロのセンターフォワードの選手です。はい、で、大卒でプロ入りはできなくて、で JFL からこう引き抜かれたっていう、結構苦労人 で今27歳とことですね。で、去年の相模原では、35試合出ていて10ゴール決めていて、かなりここの、あのチームの成績から逆算すると結構これはすごいですし、で、俺ちょっとびっくりしたのはね、効率ですね。効率の良さ、なんと35試合出てるとはいえ、先発7試合だけですよ。で、残りの試合の出場時間も残り30分とかがすごく多いんですよね。で、10ゴール、この成績はすごいよね。残り30分で10ゴール上げてるんですよ。相当すごいなと思います。で、先発の時にゴール取ったのは2試合だけみたいな感じらしいから、やっぱこの浄化的な、なんかそのね、途中出場でこのただ元山、かつての鹿島アントラーズの元山みたいな感じだよね。なんかその結果残す感じのやり方としてはね、途中出場で35試合出て30分間で10ゴールってすごいよ。1試合平均30分で10ゴールはすごいと思う、マジで相当です。で、プレーに関してはですね、まあ見たんですけど、結構馬力がかなりあるタイプですね。スピード型かなと。スピードとクイックネスで勝負するタイプ。だからかなりこの細かい動きできるし、視野広い、技術高い。そう感じましたね。なんか最近のこの山川のチームだと、村越とか滝に近いかなと思う。ただ滝と村越はサイドアタッカーだけど、まあ安藤選手はトップセンター真ん中の選手なので、そうだな、まあ、昔で言うとどうだろうな、杉本太郎とか、あとは町田大和的な感じなんかな、多分おそらくね、こんな感じになるんでしょうね。でもちょっとまあ
まあでもガリゴリ結構、まあ、でも彼らより結構スピードあるかなっていう感じですかね。うん、すごくこうクイックネスがすごくあって、うん、マネタンクみたいな選手ですね。はい。で、多分俺ツートップの方がいいかなと思った。なんかその、なんかやっぱワントップで生きる、ワントップでもまあ多分できるんでしょうけど、ツートップの方が多分より生きるのかなと思ったりしましたね。だからツートップでこのセヌマとかと組んだ時にすごく良かったし、ってなるとやっぱ2トップのポジションがね今ないんよね。山川って、まあ、去年 4-2-3-1 でやってて、まあ今年ポジション変える可能性もあるしね、2トップの時もあったしあれなんですけど、試合中に2トップしたりとかもあったから、まずそれはいいんですけど、まあ、やっぱその2トップの方が多分彼は生きるかなと思いましたね。やっぱ相棒いた方が生きるタイプだと思うし、相棒と生かされ合うみたいな時の方が多分いいのかなって思ったかな。まあ、ただちょっと守備でちょきちょく時々あのパスコースギリがちょっと甘い時があるかなっていう感じだったんですけど、まあ、でも基本すごく上手だと思うんで、なんかその相模原から取った2人ともすごい当たりなんですよね。めちゃくちゃいい、なんか、だからすごくセンス高い選手2人取ったなっていう感じですかね。はい。じゃあ次はですね、ゼルビア式の補強ですね。町田ゼルビア式の補強をちょっとし始めたなっていうのがありまして、これ奈良クラブのエースの浅川隼人選手を完全移籍で取ったっていうことになりましたね。浅川の話をしましょう。ここはねでかい補強になりましたね。178センチのストライカー、センターフォワード、まあ、でもセンターフォワードなんですけど、一応1列目ならどこでもできるって感じだった。だから4231もそうや、433のウィング、センターフォワードどこでもできるっていう感じの選手で、で結構浅川選手はねあれなんですよね、 SNS の発信だったりとか、まあ、YouTube 活動、社会貢献活動、まあ、あの会社も立ててて会社の社長もやられてみたいな感じで、子供食堂とかやってる感じらしいんで、すごいですよね。ちょっと尊敬できる感じの人ですね。まあ、人間としてなんか尊敬できそうな人だな、この人。で、だちょっと去年の J3 のベストイレブンだし、まあ、結構知ってる人多いんじゃないかなと思うし、で去年38試合出てるってことなんで、怪我が少ない。で、なおかつ16ゴール取ってる、結果も残してる。すごい万能な選手だったね。なんかプレー見たけど、多分右足利きなんでしょうけど、まあ、両足蹴れますし、なんか、まあ、ただ7クラブ自体がやっぱすごく、お、猫が、猫が入ってきて。はい、奈良クラブ自体が結構この、まあ、すごいいいサッカー手だっていうのもあったんですよ。なんかかなりこうやっぱ監督がスペイン人の人っていうのもあったんですけど、かなりチャンスも多く作れてたし、すごくそれが結果につながってたって感じですかね。まあなんかそのサイドで出た時はやっぱウイングとして外に張って張るで、相手の味方のサイドバックの動き見て中入ったりで、サイドバックを押し上げたりみたいな、まあ、この動きがすごく巧みだったかなと思う。だからやっぱスペイン人監督だからそこら辺すごく考えられてるんだろうなって思いましたね。まああれは化けるなと思った。なんか結構チャンス多かったしね、奈良クラブ自体もね。だから配置すごく重要視してる選手だった、あのチームだったし、まあ、山川の去年の特徴としてはやっぱサイドバック上がってないのに真ん中真ん中みたいな感じになっちゃってるのがすごくすげえ残念でもったいなかったっていうあのチームだったんで、まあ、そこをちゃんとこうあの、ね、パーソナリティ出して自分でこう変えてくれるといいんやけどなって思ったりはしたかな。なんかその別にね監督の言うことを聞かなくてもいいから、なんか自分で正しいと思ったことをちゃんとやってくれる選手がやっぱいた方が絶対いいんでね。そう、あとまあ山川戦でもゴール取ってるし、なんか長野戦でも点取ってるんで、長野勢には信州勢には結構相性がいいという感じでしたね。そう、本当に決定力ある、いいストライカーですね。本当に多分スタメンなんじゃないかなと思う。なんか多分スタメンの基準は多分彼になるんじゃないかなと思った。だからレン君の、離脱を沖縄ってあまり言える力はある選手ですね。まだレン君とは全然タイプ違うけどね。はい。そしたら、あとは、残りのただ4人なんですよ。残り4人解説しなきゃいけないんですけども、4人全員なんと J1 から来てます。はい、J1 から4人も来ましたね。明らかに金の使い方がぶっ壊れてます。はい、すごいね。ちょっと山がやったね、本当に。じゃあまずサイドバック真渡りからいきますか。真渡り、真渡りに関してはレッズからの完全移籍の獲得で、真渡りはですねあれですよね、やっぱね大宮アルディジャでブレイクしたんですけど、その大宮の時の監督があれなんだよね、下野さんなんですよね確かね。で
それもやっぱあるんだろうな。うん、だから虫歯さんだから来たみたいなところも結構あると思うわ。で、やっぱキックですよね、あの真当たりに関しては。でここはね、やっぱね、サイドからのクロス精度、キックの正確さ、ここはもう本当に去年苦労したとこなんよ。クロスがえぐるまではいいんだけど、全然合わないとか、いいボール全然合わない、ボール蹴っても味方の、頭の上越えていく、うん、相手のディフェンダーの正面に行っちゃうみたいな、すごいあったんよ、去年。だから、ここが去年かなり苦労したから、でそこに32歳とはいえ、やっぱちゃんとこう、あの実力者補強できたっていうのはやっぱすごく良かったと思うし、で去年はねちょっと真渡り自身もちょっと出場機会を失っていたということでね、うん、あのあれですよね、スコルジャ監督の下では結構守備強度が足りないっていう意見も結構あのレッズサポからはあのもらってて、あそうなんだみたいな、なかなかなんでこんな出れなかったんだろうなみたいな感じ。まあでも2022シーズンは結構出てたから、そう、まあ、やっぱそのやっぱスコルジャ監督になってこうなかなか出られなかったっていう感じなんでしょうね。まあいろいろあるよね。そうね、J1 だといろいろあるよね。いろんな選手たくさん入ってくるし、とはやっぱクオリティはすごく高いと思います。去年リーグ戦で出てたのは福岡戦が結構長くて、福岡戦は20分ぐらい出てたんで、そこで見たんですけど、あの飛び出すセンスだったら、なんかやっぱレッズってやっぱサイドとあの、まあ、本当モダンなサッカーだったじゃん。まあでも結構まあ攻め上げの時も多かったけど、レッズってサイドに張ってるウィングの中をこうインナーラップアンダーラップしていくみたいな感じの時も多かったけど、まあワードリーはそういったセンスもすごく高かったし、やっぱ守備の時の強度なんやろうね。やっぱそこ、それ以外やっぱあんまり出られなくなる理由があんまないので、あとは練習でやっぱそういったところ見られてるんでしょうしね、少しだけってああいうのもあったんでしょう。はい、まあでもやっぱこの、まあ、クロス精度はもう抜群なものを持ってるんで、山形キック、まあ、菊井と真渡り、まあ多分真渡りが出たら真渡りいけるんじゃないかなっていうぐらいキックがいいから、そうここ結構期待してます俺は。はい、っていう感じです。はい、じゃあ次はですね、ディフェンダーの高橋翔平選手を、はい、ピックアップしたいなと思います。高橋翔平は町田ゼルビアからの完全移籍なんですが、ただここ結構有名な選手じゃん、すごいキャリアがすでに豊富な選手ですよね。で高卒からずっとプロで活躍してて今32歳っていう感じで、それ高卒どころか在学中、高校在学中に開幕スタメン勝ち取ってる選手ですからね、ベルディで。そう、当時の最年少記録だったらしいんで、センターバックのないしはボランチでプレーできる選手らしい。でかなり若い時はやんちゃだったらしく、なんかそのあの相手に中指立てたりとか、相手の客席か、サイトサポーターに中指立てる、あと交代の時に退場か退場の時にボトルを蹴るみたいな、結構やんちゃしてたみたいな感じの選手らしいんだけど、で去年は、まあ、あのゼルビアから J1 の神戸にレンタル、まあ、ここもなかなか珍しいパターンですよね。さっきのあのなんだっけ、あれだよね、期限付き あの珍しいパターンですよね。そう、まあでもやっぱあれですよね、すごく実力派ですよ彼、めちゃくちゃいいですね。センターバック、いやでもやっぱりあのなんだろうな、やっぱすごくさ分かりやすいのがさ、彼が活躍してるシチュエーションね。やっぱ去年のゼルビアじゃあなぜなかなか出られなくて出ていったかっていうことなんですけど、彼が出てるのってやっぱりこの町田ゼルビアの2021-2022、ここはやっぱポポビッチいました。はい、でヴェルディ、ジュビロ磐田みたいなで大宮とかでしょ。やっぱこのチームとしてこのボールを持とう、としてるチームが多いわけよ。総合的にこの、まあ、強度ももちろん高いんだけど、やっぱゼルビアとかな、ポポビッチのゼルビアなんか特に配置とあの走る力、走力の量というよりはこの、まあ、もちろん量も大事なんだけど、やっぱ質ですよね。そこすごくこう決められてる選手で、そこでこうポービッチの、信頼を勝ち取ってたっていう感じですし、やっぱ結構この排気力もすごく高いかなっていう感じ、まあ、たまにそのちょっと準備足りなくてボールウォッチャーになるシーンもちょくちょくあるんですけど、でもすごく実力者かなと思いますね。多分ね、野々村といい争いするんじゃないかなと思うけど、どっちかな、野々村、いやどうだろうな、まあ、やっぱ去年の山鹿の
あれなんだよな、やっぱちょっと最後の最後で勝ちきれないとかやっぱすごく多かったんでね、まあ、そこら辺のこのマインドっていうものをやっぱもたらしてくれる選手の一人っていう感じなんかな。そう、まあ、惜しかったもんな去年の山が本当マジで。そうやっぱ J1 経験も結構ねあるっていうのがでかいですよね。まあ去年 J1 では出ることはできなかったんだけど、ルヴァンと天皇杯で合計6試合出てるっていうことなんですごくいいですよね。はい、じゃあ、次はフリエから、ゴールキーパー大内の話をしますか。大内一成選手ですか。はい、来ましたねゴールキーパー。ゴールキーパーはやっぱり補強ポイントだったの で今年あれ、ね、ビクトルと村山残ったけど、まあ、ここやっぱこの、まあ、去年の一番の補強ポイントはやっぱゴールキーパーだったからね。ゴールキーパーでこう蹴り分けがやっぱなかなかできないっていうのが去年のきつかったところだと思うんで、やっぱこのそこをちゃんとこうできる選手を補強したかったんだろうし、でそこできたのが大内と。でフリエから来たんですけど、大内選手はねなんかハーフらしいね。イタリア人が、お父さんがイタリア人でお母さんが日本人のハーフで、23歳で185センチの、まあ、世代別ゴールキーパーの代表歴も持ってみたいな。で横浜 FC に関してはそのユース時代の2016シーズンとかからトップチームのベンチ入りしていた結構逸材でね。で一昨年はパルセーロに行ってたと。で去年は鹿児島ユナイテッドにいたって感じですね。でまあ、横浜 FC でこうね J2 落ちたから出れるかなってところだったんですけど、山賀に来たっていう感じですね。完全移籍で来てくれたと。でなんかねマインドがすごく素晴らしいみたいな記事を読んだね。なんかその U16 の時の日本代表のなんか大会があったらしくて、その時に第3ゴールキーパーで唯一出場なかったみたいな感じだったんだけど、その時のこの振る舞いが素晴らしくてそこに惚れ込んだみたいなエピソードも結構あるらしくて、そういうのはもう本当に大事ですよね。まあ、今どうかは知らんよ、知らんけどそういったのはすごくあったらしい。はい、ゴールキーパーやっぱね控えのゴールキーパーの本当大事なんよマインド。そうキーパーってやっぱり一人しか出れんから、試合中に交互タイムとかもなかなかないんで、ベンチ入りしてもなかなか出られないんでってなると、やっぱりそういう選手がどういう振る舞い見せるかってすごくチームの中で大事なので、それをちゃんと16歳とかからやってたのはすごいですよね。尊敬できますね。で実際のプレーなんですが、去年に関しては最初6試合は先発だったらしいね。でただ全試合で失点してしまったらしくて、でそこからこう出場機会を失ったのかもしれないですね。で、まあ、その後はなかなか出られなくて、去年は結局6試合に出場に止まりました。でただ鹿児島がね、まあ、去年 J2 で、J2 昇格したし、 J3 の中で2位になって昇格したんだけど、やっぱ出森と松山っていうこのゴールキーパー3人使い分けてたんですよ。最初 大内くんで、あとは出森、松山でこう3人こううまく回してたみたいな。まあ、出森が多かったんだっけな確か。出森か松山が確かどっちかが方が25試合出て、24、5試合出て、そうみたいな感じ。途中でゴールキーパーをね3人変えたみたいな。3人うまく使い分けたっていう、なかなか珍しいチームなんで、ね、そう大体のチームって1人固定か2人じゃん。でも鹿児島は去年は3人使い分けたっていう感じだったらしい。でプレー見たんですけど、やっぱすごいいいキーパーだなと思いましたね。そうまあ、やっぱサイズもあるんで、だのが長反応が素晴らしかったですね。まあ、長反応もすごくあって、でダイナミックなセーブもすごく多かった。ただちょっとあんまりこの足を動かすことはできなかったかなっていうか、そのもちろんこの、まあ、ここで勝負する感じで、サイズで勝負してた感じですね。なんかその足を動かしてボールの正面に入るとか、そういったことはあんまりできてなかった感じですかね。そこら辺はちょっと気になったし、あとその6試合目第6節でちょっと最初の最後で結構、まあ、ファンブルというか、まあ、でもあのシュートをちょっとファンブルするなってもなかなか難しいけど、結構厳しめなジャッジだと思うんだけど、なんかどうせファンブルしちゃって、それでこうあれらしい、まあ、そこから出場機会を失ったっていう感じだったらしいんだけど、まあ、でもやっぱちょっとね、まあ、体がちょっと重たそうには見える時もたまにあるかなっていう感じですかね。
でも超反応はたまにすごいんで、本当に。あとキックはちゃんと切れますね、キックミスももちろんあるけど、キックミスももちろんあるけど、まあ、鹿児島なんでやっぱキックも求められるところだったと思うし、結構蹴り分けね、去年できなかったのはやっぱそのゴールキーパーがボールを持った時に高い位置を取ってるサイドバックもしくはウィングに対してこう斜めのボールをこうバッギュッて入れる感じ、あれはやっぱなかなか去年できなかったんだけど、まあ、蹴れる人がいなかったんでそこを蹴れるなことがないときつかったんだけど、あのやってくれましたね、ここは多分大内が多分俺出るんじゃないかなと思うよ、多分。あとはそこでちゃんとアピール成功するか失点しないか勝てるかってところだと思います。はい、まあ、なぜゴールキーパーはあの重要な補強ポイントだったんで、まあ、薄井くん出てっちゃったのはちょっと残念だったけど、ただ薄井くんは去年ちょっとなかなかアピールできなかったので、まあ、今年あの大内くんが来たって感じですかね、はい、じゃあ最後ボランチビッグネームが登場と、山本浩介ですね。でジュビロ磐田からの完全移籍での獲得と、もうジュビロの功労者ですよね。34歳の大ベテランですよ。よう来たなって思いましたね。なかなかちょっと今までだったらね考えられないような感じだし、もうずっとジュビロで活躍して、まあ、もちろんあのたまに新潟行ったりとかもあったんだけど、すごいことですよね。彼来るのは相当すごいと思うわ。よう来たな。いやもう本当に、まあ、山本はやっぱり、まあ、そんなにもうなんかみんな知ってるからあんま言うことのことでもないと思うんだけど、まあ、去年もちゃんとあの18試合に出てて12試合先発してたので、全然この実力はあると思うし、試合読む力がすごく高いですね。なんか要所要所をちゃんと押されるって感じの選手ですね。ちょっと強度が足りないのかなっていうところもあるんですけど、強度が足りないからちょっとやっぱねあの遠藤とかも出られなかったっていうのが去年 あのジュビロの特徴でしょうね。まあでもそこもあるとはいえ、やっぱりこの試合をしあの見てあの支配する能力でキックの蹴り分け、配球ミスが少ないのもやっぱいいね。なんか変なロストとかすごくほんと少ないし、やっぱいいっすね。まあ、ボランチ結構ね、今年2人いなくなっちゃったしね、あの安藤とパウリーニョ引退で、なおかつあのちょっとまだ洗えてないところも多いんだけど、やっぱボランチと手薄だったので、まあ、そこにちゃんといい補強したなっていう感じですかね。いや素晴らしい補強になりました。山本は結構期待してます、本当に。あとキックとかもあのしてくれることを祈ってますし、猫が来たよ、猫が。俺の配信を猫も見に来ましたよ。一緒に配信する？あ、どうした？どうした？めちゃくちゃ。かわいいなお前。かわいいなお前。やば。という感じで、はい。今回の配信は以上となりますが。いかがでしたでしょうか。猫ちゃん、猫ちゃん、普通に野良猫なんであんまり綺麗じゃないと思うんだけど、かわいいね、かわいいね、ね、かわいいね、猫ちゃん内心来た。こういう乱入がよくちょくちょくあるのもタイのいいとこですね、東南アジアの。はい、っていう感じです。じゃあコメント読ませてもらって終わろうかなと思います。どこまで読んだっけコメントな、あどうしたの、かわいいね、あ、高井一馬俺やってないっけ、おお高井一馬やってね、あーしくったごめん、高井一馬喋るの忘れてた、うわー悪い、あバイバイ、あやばい。高井一馬の話軽くするか。高井一馬はそうだな、まあ去年あんま待って、去年ちょっと今高井一馬ちょっと調べるか。高井一馬いろいろデータを洗おう。そっか、高井一馬なんで俺忘れたんだ、なんで忘れた、去年は横浜 FC だからな、ここも J1 だからな、すごいよな。
そっか、後であのサムネ変えなきゃいけねえな。高井一馬は去年横浜 FC で出場9か、うん、でゴール1、なるほどね、シュート3、あんまり出てないですね、まあ、なかなかね、去年横浜 FC 時代も結構きつかったですからね、うん、はい、高井一馬どんな選手ですか、みんな、ちょっとみんなの意見も聞きたいわ。俺のイメージだと、もう本当馬力がすごくて攻撃センスの塊ってイメージですね。だからその田中パウロ純一とかがすげえ言ってたんだけど、もうめちゃくちゃ気が強いみたいな、うん、気が強くてすごくこうアグレッシブで、うん、顔からこう気が強いのは分かるじゃん、なんかそこはすごくあるらしいですね、うん、まあ、右足、左右両足使えるんですけど、やっぱクロス、まあ、視野も広いし、だからトップ下で生きるタイプだから、でもどこで使うのかですよね、まあ、トップ下、センターフォワード、まあ、両方できると思うんだけど、どこで使われるんだろうな、うん、もう J2 の山口からなかなかね、あれ、引き抜かれたっていうのは相当すごいですよね、トップ下、もしくは左サイドか、うん、どこで使われるんだろうな。まあでもトップ下かな。ってなるとやっぱ菊井とかとさ、どういう風に共存させるのって話なんだよな。でも左か、左の可能性もあるか。まあ攻撃的なポジションだったら右以外はどこでもできるみたいな感じの選手ですね。そう、いやいやいや、高井一馬すごいね。まあどう考えても J3 の選手じゃないね、高井一馬。あとはマインドの部分でどうな、何かあったのかなみたいな感じですかね。いやでも相当実力者ですね、彼はね、うん、はい、まあみんな知ってるからな、高井一馬。まあ去年の横浜 FC はかなりこのチーム状況もあんま良くなくて、うん、本当は多分彼自身も多分もっとボール持てるっていう想定で入ったと思うよ。でもそうじゃなくてやっぱりボール持てなかったもんね、去年で。フリーは結構そこで早い時段階で諦めたってのあったんでね。2022シーズンはめっちゃ強かったの、フリー J2 で、強かったけど、あの時はちゃんとボール持つ構造あったし、3-4-3で、本当配置重視したすごくいいサッカーしてたんだけど、なんか去年は J1 上がってから全然できなかったんですからね、まあ、いろんな理由があるんでしょうけど、ちょっとなかなか厳しかったんですけど、だそこ の, あ, のあれもあって、ちょっと多分この移籍に関しては多分その結構こだわりがあるんだろうなって感じですよね、今回移籍見ると。そう、なかなかまあ確か満了だったっけ、横浜 FC も、それもあると思うんだけど、やっぱこのボールを持ちたい、いいサッカーをしたい、面白いサッカーをしたいっていう中で行きたいっていう感じの意図があったんでしょうね、そこはすごく感じますよね。はい、っていう感じでしょうか。じゃあコメントを読ませてもらって終わります。もう猫はもうすぐどっか行ってしまいましたね。コメント見ます。どっから読んでない、みんなこんばんは。今そっちはもうすぐ9時か。日本寒いっすか。こっち今日涼しかったな。こっちも普通に日中29度とか28度ぐらいあるんだけど、日が当たっとったらめっちゃ暑いみたいな感じなんですけど、今はめっちゃ今日涼しかったな。今日雲取ったし、今日雲取って24度とかやったら。樋口くんは新体制発表会で一発芸した。いいねそういういじられキャラだらしいからな。樋口くんは去年何試合か出てたけど、左サイドばっかり出た。あ、そうだね。あ、そっかそっか、去年から出てたのか。そっか、そうだわ。そっか、特別指定か。ありがとうございます。おお、安藤はワントップで収まる。へえ、そうなんやね。笹生はディフェンダー登録なんですよね、なぜか。サイドバック、いやー、笹生サイドバックもったいな。絶対デブライネ的なことやったらうまいんやけどな。
彼やっぱインサイドハーフで使ってあげてほしいな。無理かな。そっか、高井一馬を完全なせいで、ありがとうございます。安藤はスタメンでもいける。 170cm でタッパは、ないけど競り合い強いから収められる。バイ上原サポ、おお。まあでもやっぱ馬力あるよな本当に。あのシンプルに足速いし、マータリ俺いけると思うけどな。いやマータリ左もいけるはずよ。うん、左もやってたよね。大宮と左もやってた気がするよ。その時にはサイドに張る時もあったんだけど、中でこうカットイン側のこの体の向き作ってインスイングのこうゴールキーパー向かっていくクロスみたいな結構上げてましたよね。左もできるんだろうからね。でもまあ右の方がいいと思うけどね。うん。神田加藤大月島田続投が3年です。厳しいな重さんは。まあ誰とは言わんけど山川は基本的にクラブの上層メンバーが基本的にチームの足を引っ張って選手だし、権力争いしてるチームなんで。パルセーロもそうらしいんだけど、今はあのタイのウドンターニーという町にいます。そうだね、高橋翔平はビルドアップの中心になる選手だろうし、 J3 クラスの対戦で負けないだろうし、補強としては最高。いやそうだね、やっぱセンターバックね大事ですよね。センターバック大事だと思う。本当にセンターバック大事。センターバックでやっぱ経験あるってのは本当に正義、大正義です。佐藤は今シーズンはディフェンダー登録で右サイドバックでしょ。え、右サイドバックめっちゃ多くない？だって藤谷もいるだろ。藤谷いて、樋口いる、あたりいる、で佐藤もいるでしょ。お、え、厚すぎ？左は？左どうなの？山本か、山本だけか。山本のり、山本くんだけだわ。あ、そうなん。大内はセービング優勝だけキック精度あんまりなの。そうなんだ。え、俺結構いいイメージあったんやけどな、違うんや。結局さ、なんかさ、キックってさ、結局あのスピードやからね。なんかそのゴールキーパーからのキックってやっぱ結構距離長くなりがちやから、そういうこの高い人とサイドバック、ウィングバック、ウィングにこうピュッてこう合わせるキックって結構スピードと軌道が大事なよね。なんかそのあんまりこう浮きすぎると相手のサイドバックの相手 のアタックサイドの守備が間に合ってしまうからさ、あんまり意味ないんやけどさ。めちゃめちゃ団体客来たもん。いらっしゃいませ、ね、サオリーかおばちゃんの団体客が来ました。ここ安いんよ、1泊1100円ぐらいだったかな確か。翔平は守備の準備力というか不安なところがある。スライドの恐れや、スライドの送りや裏ケアが苦手なイメージ、まあ、それはちょっと俺も感じたね。まあこんなこと結構言ってるけど、実際のところはコンディションっていう部分は結構ありますからね選手は。はい、そうだね。大内はキック精度でいいイメージだけど、割とセービングポカするイメージ、まあそれはちょっとあるね。そうなんやな、それは悪いよな。ただ総合力で考えるとやっぱビクトル強いんよね。ビクトルでも俺は大内くんじゃないと多分そのサッカーできんと思うけどな。できるんかな。大内くん、まあでも J3 に難しい、ここ難しいな。まあ大内かビクトルだと思うよ。多分ね。村山は村山で結構そんなに悪くないからね、キック。はい、やっぱ多いよね、右サイドバック。
高い左か、左使われる可能性が大。うん、どのサッカーをしそうですか。保持すると思いますけど守備が固い。いや、まあ保持、昨日去年と同じ やり方としてはあんま変わらないと思うよ。うん、あんま変わらんと思う。で、去年やったことを多分今年アップグレードさせてやるっていう感じじゃないかなと思います。はい、今あたりフロンターレ時代は左足でフリーキック決めてた。マジでやば。まだ左もいけると。うん、なるほどね。やばいな、今あたり。いやー、でも、いや相当分厚い。いや、あの明日か明後日ぐらいに今の既存戦力ズモを踏まえてこのスカッと組んでみてどんな感じになるのかなって予想はしてみる、そういった動画を作りますけど、もしくは生配信するけど、相当これ分厚いですね。なんかちょっと J3 のチームとは思えないぐらいの層の分厚さになりました。マジで2チーム作れるぐらい分厚い、うん、と思う。 J3 の中ではやけど、そう、いやいや楽しみですね。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。じゃあおやすみなさい。はい、じゃあ俺は今からちょっと飯を食ってきます。ちょっとお腹回復したからうどんタンに全く今日まだ楽しめてないから楽しんでいきます。ほな、おやすみなさい。ありがとうございました。じゃあねー、じゃあねー。